石の2万キロの竜が中国の田舎をうねり進むまたその歴史もその城壁と同じくらい長く変化に富む万里の長城は練り土で作られたいくつかの壁から始まった春秋時代の個々の封建国家戦国の支柔が北方民族や他の国の襲撃に対する防衛として建設したのだ紀元前221年に始皇帝が国家を統一した時にはチベット高原と太平洋が自然の障壁になった。 しかし北部の山岳地帯はモンゴルやトルコ系民族国家のほか強度の外敵には脆弱なままだったその襲撃から防御するために皇帝は先人が建てた小さな壁を延長したりつなぎ合わせたり強化したりした建設物が西部の林島から東の両島までつながると全体として頂上として知られるようになった。 この偉業を達成するのに始皇帝は兵隊と庶民の力を結集したがいつも任意というわけではなかった新王朝の間に記録されている何十万人もの建設者のうち多くは強制的に召集された農民でありーキを務め上げる犯罪者たちもいた漢王朝ではさらに壁は長くなり約6,000キロにも及ぶ敦煌から墓海まで結ばれた菅の武帝の下でも強制労働は続けられ 長城は区域の場所として悪名高いものとなったその時代の詩や言い伝えでは労働者が長城近くの集団墓地や時に長城自体に埋められたと言われている長城の中から遺体は発見されていないが墓穴は多くの労働者が事故や飢えや過労によって死んだことを示している長城は手ごわいものだったが無敵ではなかった13世紀の蒙古襲来時その皇帝チンギス藩と息子のフビライ藩は 頂上を突破することに成功1368年に明王朝が支配して以降レンガや近くの窯で焼いた石を使って頂上のさらなるる強化が始まる平均して高さ7メートルと幅6メートル長さ8 8 5 1キロの頂上はところどころに見張り塔を備えていた侵入者が見つかると援軍が到着するまでの間火と煙の合図が塔から塔へと伝えられた。 頂上に失礼られた小さな穴は弓による侵入者への攻撃のために大きな穴は石などを落とすために使われたがこの新しく改良された壁でも十分ではなかった1644年に北方の満州族が民を転覆させ新王朝を建設しモンゴルも統合このように2度目も中国は壁により排除しようとしたまさに当人の手で征服されてしまった 帝国の国境が今や万里の頂上の先まで広がり要塞はその目的を失ったそして定期的に補強されなかったため頂上は荒廃した練り土は侵食されレンガや石は建材として盗まれていったがその役割は終わらなかった。 第二次世界大戦の間中国は日本の侵入に対して頂上の一部を利用しまた一部の場所は未だに軍事訓練に使われていると噂されているが現在の頂上の主な役割は文化的なものだ人類が作り上げた最も長い建造物の一つとして1987年にユネスコの世界遺産に登録された中国に外敵を寄せ付けないように建設された万里の頂上は今では何百万人もの訪問者を迎えている。 実際に観光客の流入により頂上が劣化したので、中国政府は保存活動を開始した。宇宙から見える人類による唯一の建造物とも言われるが、残念ながらそれは間違い。地球の低い軌道においては、橋や高速道路や空港など全ての構造物を見ることができるが、万里の頂上はかすかに認識できる程度。さらに月からは絶望的だ。しかしそれは別として、地上での頂上の調査は今も求められている。 本体から枝分かれした新しい区間が今でも数年ごとに発見されておりこの特筆すべき人類の偉業は今も拡大を続けているあなたのエトは何ですかエトとはあなたが生まれた年に割り当てられている動物のことですそしてその起源には大競争大会の開催が関わっていましたエトの起源についてこの動画で深掘りして学びましょう